菜の葉課長の分身の妖精菜の花ちゃん。人形の世界に住む彼女は不思議な力で人間の世界を観察するのが大好き。今日もわからないことを調べてくれそうな優しいおじさんを見つけては得意の念力で語りかけるのです。おじさん、おじさん、聞こえますか？すま、壊れちゃったみたいで、ごめんなさい。いや、わー、沖縄ガスプレゼンツ菜の葉てな。この番組は電気もガスも沖縄ガスの提供でお送りいたします。おら、はい、あ、いった。あ、ちょく、ちょく、お尻ある。おじさん、こんにちは。菜の花ちゃん、あ、元気だった？元気。もういきなり大きな声でびっくりさせて、もう。いや、1年ぶりぐらいじゃない？もしかして番組復活したの？正解。もう何、さっきから大きな声で、もう。おじさん、さっきからもうもう言って、そろそろ牛になるんじゃない？ああ、そうだね、こう角が生えてきてね、もうってならないでしょ。こんな牛にならないよ、もう。そうだな、どうせならもっとこう大きい角の水牛とかになればよかったかな。これ水牛、何それ？あれ、知らない？水の中を歩いている牛。水の中で生きてる牛なの？普段は陸かな。ちょっとわかんないな。もうわかんないじゃないでしょ。水牛って何？調べてきてちょうだい。水牛を調べるって、え、どこで？はい、沖縄バス。うお、あ、そっか。よし、いよいよ。はい、しゃい、沖縄ボスですよ。あ、どうも、お久しぶりです。水牛って何者なのか知りたいんですけど。あ、水牛だったらビオソの丘に行ってみたらいいかもね。せっかくだからよ、水牛の気持ちも味わっておいでね。え、水牛の気持ちって何ですかそれ？あ、ごめん、あ、沖縄ボスは忙しくてよ。質問は1日1人1個までね。え、また何かあったら連絡してね。はい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 、ガチャ。あ、切られた。じゃ、行ってらっしゃい。はい、どうぞ。わっはー、痛い、どういう状況、どういう状況これ。あ、どうも。あ、こんにちは。あ、すいません、突然。いえいえ、大丈夫ですよ。危なかったんです、ギリギリで危なかったんですけど、ま、落ちなかったので大丈夫です。あ、ありがとうございます。すいません、ちょっと水牛について調べに来たんですけど。はい、沖縄ボスから聞いてますよ。あ、聞いてます？聞いてます。ビオスの丘の方なんですよね。申し遅れました、私栄養家の清浦と申しますので。清浦さん、よろしくお願いします。お願いします。いや、水牛、はい、見れるんですか？そうですね、船に乗って行った先に見られますので、はい、ちょっと見ていきましょうか。山内と申します。山内さん、はい、あ、知念だと言います。あ、よろしくお願いします。お願いします。周りを見るとね、こう自然の木々に囲まれて。そうですね、ここはもう沖縄のね、ヤンバルの山の森の植物を再現した公園なんですよ。はあ。そろそろ、あ、いたいたいた。え、なんですか？え、あ、ちょっと待って、こんな急に現れるんですか？そうです、はい、あれ、本物の水牛ですよね？本物です。作り物じゃないですよね？そうです、はい、なんかすごい静かにこっちを見てる。え、清原さん、水牛と他の牛と違うところってどういうところがあるんですか？基本的に、普通の牛といったら、はい、お乳を取ったりとか、うん、お肉用とかに、うん、この飼育されていると思うんですが、水牛に関しては、まあ、食用にはならない。基本的に沖縄では昔から農作業に使われた動物なんですね。はいはい、うん、ですので今ではもう機械が普及、ね、増えてきてますので、うん、水牛はもう農業に使われなくなってきて、うん、今ではもう観光地ぐらいでしか見られない存在となってきてるんですね。いや、でもこんな近くで見れるってないですよ。なかなかないから、はい、テンション上がりますね。もっと近くで見ましょう。もっと近くで、はい、これ私からしたらまだ遠いんですよ。ちょっとぜひ。いいんですか？はい、菜の葉てな。ここもこう抜けてくると、わあ、いいロケーション。電柱とかもないですもんね。いいところに気づきましたね、はい、そう、実はね、なるべく自然をこう体験してもらいたいので、はい、電線
なくしてるんですよ。え、じゃあどうしてんすか？あ、地中化してます。埋めてるんだ。埋めてます。なるほど、はい、2頭 ?3 頭3頭います。え、すごい綺麗な角が頭からね。ちょっと変な顔してる。え、どうしたどうした。え、アピールすごいじゃない。え、何、うわ、悔しい。今の子は顔はなかなか見られないです。そんなにあれなんですね、泣かないんですね。あ、はい、ね、水牛の場合はもうではないんですよ、実は。え、違うの。はい、残念ながら水牛はね、もうじゃなくて、ちょっと恥ずかしいんですが、はい、ふんふんっていう感じで。マジで泣きます。そもそも、はい、水牛っていうからには、はい、ずっと水の中にいるもんでもないんですか。そう、あ、ずっとはいないんですが、うん、比較的水に入ってます。この汗腺がないので、汗をね、汗をかいて体温調整をすることはできないんです。はいはい、それで自分で水をつけて調節するんですね。そうですね。でもこんぐらい近寄ってもそんなにこう驚いたりしないんですね。あ、よかった、手を出してみて。え、どうぞどうぞどうぞ。ちょっと大丈夫ですか、口元に。え、手、はい、運が良ければ。あ、よかった。あ、舐めてくる。かわいい。すごい人懐っこいですね。そうですね、はい、ただ臭いです。これ、はい、くっせくっせ。いい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 。立派ですね。ぜひこちらに乗ってね、はい、ちょっとおしゃべりしていきましょうか。来た、おー、あ、山内さんが引いて。そうです。おお、自分で、おお、すげえ、自ら見事に頭で上げてかけるんですね、肩に。そうですね。はあ、後ろから見るとまた違いますね。はい、骨盤が結構後ろの骨が出てますよ、このね。若いとね、まだ丸っこくなってるんですけどね。はい、はい、お願いします。じゃあ面会、はい、おー、一気にすごい引っ張る時の力、初動めっちゃ力強いですね。すごいですよね。はぁ、私も久しぶりなので、はい、今日は久しぶりなんですか、乗るのは。はい、そうです。こうやって山内さん、こう、運転っていうんですか、こう操縦する人はここに乗って。そうですね、でも水牛もちゃんとルート覚えてるので、うん、あるんですよ、ね、両方気もあるし、ほぼ直角ですよ、ここの、はい、あ、大回りをして、わー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 、この木が怖いです。もうちょっとこっちだって。藤原くんはね、うわ、上、これ上、おお、わー、ギリギリ、おあぶれでもちょっと本当アトラクション的な楽しさがありますね。私たちについていけば基本物使わないけど、ちゃんと分かってます。なるほどね、信頼関係だこれ。いい、すごい。でもこの森の中を抜けていく感じ、めちゃめちゃいいっすね。開けてきます。いや、ほんといい体験させてもらいました、ありがとうございました。とちゃくんもありがとう。いやー、すごいよかった、ビオスの丘に来て水牛のことをいっぱい知れましたし、触れられました。え、はい、実はですね、なんすか急に。沖縄ボスから、はい、水牛の気持ちを体験、はい、させてあげてほしいっていうことを伺っておりますので。おー、なんかそれ言ってましたけど、なんすか水牛の気持ちっていうのは。引いてみましょうか。え、思った、はい、思った。ちょっと待って、これがもう重たい。ちょっと、ちょっとこれ、え、ね、乗るの。はい、はい、じゃあ、いや、あんた乗るんですか。はい、面会、これ面会、面会、やっば、もう、うって、え、進みました。いい感じです。水牛、角もしっかりしててかっこいいね。うん、本当だよね。しかも水牛って、もうって鳴かないんだね。水牛体験もお疲れ様、楽しかった？まあまあ、なかなかできない体験だから、まあ、楽しかったっちゃ楽しかったのかな。そろそろ牛になるんじゃないって言ったでしょ。あれ、本当に牛になっちゃったよ。ナノハテナ、それでは沖縄ガスからのお知らせです。おお、ユークロからの中継だね。それでは告知どうぞ。お願いします。コーチです。元バレー部の増吉です。
よろしくお願いします。今日は沖縄ガスの電気は皆さんのお持ちのスマホから簡単にお申し込みができるというお知らせです。ワクワクですね。まずはスマホを準備してもらって、こちらの QR コードを読み取ってください。お名前、電話番号を入力したら、あとは電気検針票の写真をアップロードするだけ。面倒な記入は必要ありません。わーい、楽ちんだ。沖縄ガスの電気は沖縄ガスのガスを使ってなくても、賃貸の方、店舗、大型商業施設でも誰でも切り替えができるんですよ。ちょっと誰でもって言ってますけど、 QR コードが読み取れなかったら切り替えできないじゃないですか。 QR コードを読み取れなかった場合は、この QR コードが入った申し込みチラシを無料で送るので、沖縄ガスまでご連絡ください。このチラシですよ。かゆいところに手が届く。そしてショールームユークルに来た方にはプレゼントもありますよ。受付で菜の果てら見たよとおっしゃっていただいたお客様には、沖縄ガスオリジナル T シャツ、ボールペン、電気の検診票をお持ちになって電気を申し込むと、ホテルランチ券もプレゼント。各5名様、早い者勝ちですよ。こちらのレギュラーキャンペーンもやってます。ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。一人変なのいたね。いやでもスマホから簡単にできるっていいね。おじさん、スマホ持ってるの？いや、もちろん持ってるよ。あれ、あ、ビオスの丘に忘れてきたかも。自分で取りに行ってね。え、飛ばしてくれないの？おじさん、今日はありがとうね。いや、こちらこそ楽しかったし、久しぶりに菜の花ちゃんにも会えて嬉しかったよ。どうしたの？ありがとう。もうびっくりさせないでってば。もうよし、元気に挨拶、またね。バイバイ。この番組は電気もガスも沖縄ガスの提供でお送りいたしました。